チューダーです。リファレンスで言うと7928サブマリーナーですね。あのこのチューダーは、結構古い時計でして、キャリバーがエタに変わる前のフォンテンメロンの機械が入ってますね。チューダーでいうキャリバー390です。自動巻きのキャリバー入ってます。でこれはよく小腹のチューダーって言われてますけれども、文字盤に小腹が入ってまして、もうそれ以外は、まあ、ドットですね。そしてメルセデスの針がついていますので、まあ、ロレックスの5513とか5512に近いモデルですね。まあ、多分その時期に並行して出されていたものだと思います。で、多分58年か9年ぐらいから60年代の半ばぐらいまであったと思うんですけれども、これはだからトリチウム、文字盤にトリチウム入ってますね。63年ぐらいなんじゃないですかね。裏蓋開ければ分かりますけれども。で、まあ、ね、リューズちょっと見にくいですけど、これは3ドット入ってない初期のリューズですね。王冠マークのみですね。7ミリのリューズですけれども、これには3ドット入ってません。で、まあ、裏蓋ですけれども、これはこの7928独特で、裏蓋のこの形状がフラットになってますね。これはもうエータが入っている偽物が多いんですけれども、本当のはここがフラットになって、まあ持ってる人は分かりますけれども、よく見ておいてください。でこれはなんか前の持ち主のイニシャルみたいなの入ってますけど、よく贈り物とか子供に送ったりするんで、昔から入ってなりますけれどもね。でこれはラウンドしたリューズガードになります。まあ、中期、この時計としては中期ぐらいじゃないですかね。でブレスレですね、これはチューダーの巻きブレスですね。多分この時代はリペットかなんかついてたと思うんですけど、これ巻きブレスの程度のいい、まあ、ほとんど新品近いのがありましたので、これ付け替えています。まあロレックス面白くて、チューダーに関しては一つ前のブレースを結構対応しますね。だからまあ例えばこのブレースのクラスプ外すと、まあ5513とか1680のサブマリーナに使っていたブレスになっちゃうんですよね。まあ巻きブレスの方が貴重だっていう人も結構いますけど、まあ、ということでチューダーはロレックスがヘビーブレスの時も巻きブレスを使用していました。コストダウンですよね、当時でいう。でも非常にいい時計だと思いますね。特に7928のキャリバー390っていうのは、フォンテンメロンがチューダー専用に作ったキャリバーなんで非常に珍しいですね。でこれもうちょっと開ければ分かりますけど、金メッキではなくてシルバー色のロジウムメッキの機械が入ってて、この辺がちょっとまだ謎なんですけれども、まあ、サブマリーナに関してはロジウムの機械が入ってると思いますね。これに関してはこの前のモデルに関してもちょっといろいろあるんですけど、そうじゃないかなと思うんですけど。はい、チューダーでした。